将棋将棋の先方振り飛車中飛車ご機嫌中飛車ご機嫌中飛車は将棋の先方の一つ序盤で飛車を横に動かす振り飛車先方のうち飛車を5筋に振る中飛車に分類される略称はご機中ご機嫌中飛車は近藤正和が開発者として知られる増田式石田竜と5筋くらい取り中飛車をもとに開発し近藤が 奨励会時代から指している先法で、1996年10月にプロデビューした近藤は、中飛車を駆使して10連勝といきなり勝ちまくる。これは、松本圭介と並ぶ、当時のデビュー連勝記録であり、後に、藤井聡太が2017年に達成するまで、破られなかった。その後も、近藤はご機嫌中飛車を指し続ける。2001年度には、 マスダ構造賞を受賞し、その後も本家の受賞以降もご期限中飛車関連のマスダ賞が10年度の星野義隆、11年度の佐藤康光、14年度の菅井達也と3例続く。また2004年度には勝率0.822で将棋対象勝率第1位賞を獲得し、騎士館で流行した。こうした中飛車のルーツとして知られる寄付は、 第一期名人戦の決定局となった木村義雄対花田長太郎戦が知られている。七六歩三四歩二六歩五四歩も六歩の出だしから五手が角道オープン中飛車の局面となった。この将棋は中飛車側の花田が敗れて木村が初の実力性名人となるが、途中は中飛車側も五角以上に戦えていた。五手番の五筋くらい取り、中飛車は元来。 富澤美三夫が指していた。そして、寄付データベース上の記録で7、6歩、3、4歩、2、6歩、5、4歩、2、5歩、5、に日の初出は1989年5月30日の早指し選手権戦予選、日浦一郎対富澤戦である。この日から、富澤はこの局面を3局続けて指していることが知られる。1 9九十年代初頭には、木下光一や有森孝三が、 アマチュアでは70年代から柿沼障子が指していた。もちろん午後の位を取る者もご機嫌中飛車の展開の一例としてあり、中飛車後手番の場合3五歩5四飛2四飛、2五歩3四飛、中飛車側が先手番の場合、左銀を繰り出して5六または6六の地点まで持っていく。角道を止める振り飛車は6六の地点で角道を止める場合が多いが、 この先方で角道を止める場合は午後の地点で止めることになることが多い。従来の中尾車は受けの要素が強い先方であったが、ご機嫌中尾車は攻めの先方であり、基本的には後手ついの先方である。七六歩三四歩に六歩の出だしから、四手目で四四歩と角道を止めずに五四歩とし、さらに二五歩と飛車先の歩を伸ばしてに対して五5と飛車を回る。 これが基本形である。元は、第一図でに四歩とし、同歩同比に三二金であったが、その後八八角なり同銀と、角交換する指し方が愛用された。同銀以下の変化では、後手の手として三三角、二二銀、二二飛等が見られた。三三角の後の展開は二一比なり八八、角なり七七角八九倍一一角なり七、八銀。 もしくは飛に八比に七歩5八比に二比三八金、などである。二二銀の場合は二八比に七歩に、一八比三三銀三八金四四銀六八玉や、七八比三三銀三八金で、二二比と四四五角と打たせて七二銀とする。以下先手は打った角五四角五二金左に七角から、先手は二八歩から七五歩から五四角七六角、などと展開していた。 二二飛の場合は二三歩は一二飛から三二金、他に二二飛なり同銀後三広く二玉などである。他に、先手が一旦後八金右とし、以下後五歩の角道止めを待ってに四歩同歩、同飛という展開が見られた。後述の後八金右長級戦を参照。こうして、特に飛車の飛車先を早くに切らしても、その後の展開について、中飛車が極端に不利になることはないことがわかり、 五筋を先にする指し方になる。先手が初手よりに六歩で三四歩に五歩三三角七六歩として、五期限中飛車の得を封じる指し方も出現。これに対して、近藤正和は初手に六歩に五二飛に五歩三二金として、中飛車にしてゆく。以下に五歩三二金に四歩同歩同飛に三歩、二八飛五四歩四八銀三四歩。 と、先手に飛車先の歩を切らせることになるが、中飛車は実現している。手順中、五五歩とど突く手を後回しして、六二玉から玉の加工を指し方も二世に一年に田村康介が指している。これは、後で五五歩とするもの。先手番で指すときは、端歩を突いて、タイミングを遅らせるなどの方法があるが、近年では、初手五六歩、三四歩の出出しから、五八飛と飛車を回る。 これが、先手番の基本形である。この先方の開発により、近藤は2001年度将棋大賞のマスダ、構造賞を受賞した。また、近藤は、ご機嫌中飛車と合わせて、ご機嫌流との二つ目も使われるようになった。従来、プロの公式戦では、先手番を持った騎士が勝ちやすいとされ、年度末にまとめられるその年度の全公式戦の勝率は常に、 先手番の方が高かったが、2008年度は、統計を取り始めて、以来初めて後、鉄外が勝ち越した。その要因として、ご機嫌中飛車や後鉄外一手損角代わりなどの、対等によって後鉄外の作戦の幅が広くなった、ことが挙げられる。伸び伸びとしたバランスのいい陣形になるためプロはまとわず、人気の戦法となった。久保敏明。 里見かな等の振り飛車等の活躍の原動力となった。また、ハブヨシハルもタイトル戦で採用することもある。また、初手7六歩に対し、二手目八四歩とされた場合には組めない、先手石田竜とは補完関係にあるため、石田竜三軒飛車を得意とする振り飛車等の八四歩対策として用いられることもある。ご期限中飛車という一風変わった先名は、 近藤自身ではなく、将棋世界編集長の大崎義夫が命名したものである。命名の現場にいた、千崎学によれば、経緯は以下の通りである。近藤が中飛車で高成績を残し、若くして、先方書を出すことになった。そこで、先方の名前をどうするか、近藤を除く何人かの騎士と編集者が集まって、会議をしていた。しかし、 近藤はまだ知名度が低いので、近藤流のような、凡庸な名前では、売れそうもない。議論が難航するうち、大崎が、近藤君はいつ見てもご機嫌な男だ。だからご機嫌中飛車でどうかと言い放った。大胆な発想に一度驚いていたところに、偶然にも、近藤本人は通りかかった。会議のメンバーからご機嫌中飛車という名前はどうか、聞かれた近藤は、満面の笑みで、 いいっすねと即決。これで先方名が決まった。なお、千崎が先方名の命名者であるとの誤解が一部でなされているが、実際に命名したのは記述の通り大崎である。千崎は命名会議に参加し、一部始終を目撃しただけである。そして、著書でご期限中飛車命名の経緯を紹介している。有力な対抗策の一つとして、丸山ワクチンがある。 2002年頃から丸山忠久が積極的に用いたことから、同性の医師、丸山千里が開発した皮膚結核の治療薬、丸山ワクチンに謎えられて呼ばれるようになった。序盤、後手後後ほどくらいを取られる前に、前期第一図の局面から一社側から二二角なり、同銀と角交換を行う。これは角を持ち合って持久戦にする狙いである。 これに対して振り飛車側には、美濃囲いから向かい飛車へ振るなどの対抗策が生まれた。新丸山ワクチンかつて、丸山ワクチンでは、第二図から六八玉と囲っていた。しかし、その瞬間三三角と打たれると、以下七七桂には七四歩から、かつら頭を狙われ、八八角には五五歩で、角交換した意味がなくなる。この変化を避けるため、 第2図から6八玉ではなく7八銀とするのが、新丸山ワクチンである。7八銀とすることによって、3三,三角と打たれた時に7七,七銀を用意している。佐藤新手9六歩第3図から6二玉4、8銀5五,五歩に6五角と打つと、以下3二金8三角なり五六歩同馬、同飛同歩8八,八角で、五手優勢となる。これを防ぐため、第4図で9六歩と突くのが、 佐藤康光が編み出した荒手である。次に9五歩があるので、後手は94歩だが、先手は78人と新丸山ワクチンへ移行する。なおも5五歩なら、以下6五角3二金8三角なり五六歩、同歩8八角9七項で先手をし。なお、この手を初披露したのは2005年2月17日である。しかし、その時は騎士たちの間で見向きもされず、5ヶ月後に、 タイトル戦で、ハブヨシハルを相手に同じ手を指して勝った時から、流行り出した。この戦法は、対策というよりは対抗して攻め合う戦法である。第一図の局面から5八金右と上がり、後手が攻め合いを選ぶとこの戦型が生じる。第12期竜王戦七番勝負において、全局ぶり飛車宣言をしていた、鈴木大輔に対抗するために、藤井武史により急遽考案された戦法であり。 同期戦にて初めて刺された。五八金右の後、五五歩に四歩同歩同飛と進む。十二手目は五六歩と三二金があり、五六歩と進むと長級戦となる。十二手目からは五六歩同歩八八角なり、同銀三三角に一飛り八八角なり五五桂六二玉と進むのが定石である。五手番の方が先に駒こをするが、十九手目の五五、桂が有力である。 五五桂に五手が次の両取りを受けようと二十手目に五四銀とすると三三角の大手が有力で五手はどう受けても馬がすぬかれ先手小生となるそのため必ず六二玉と上がりその間に一一竜と進むかつては第四から二隅以降二十二手目には九九馬が多く刺されていた九九馬と甲を取った手に対して 六六甲や三三角などが有力とされていたが、タイトル戦でも登場すると、次第に研究が進み、その後も、数多くの手が刺されていくにつれて、未解決あるいは、形成不明のまま刺されなくなっている手もあり、それだけ複雑で難解な局面とされていた。しかし、九九馬に対する三三甲と打つ手が当時、奨励会三段のと、聖龍馬により発見された。 二二銀打には三一構成一一銀四一、成強で二枚替えの上、打った銀も働いていないため、選定をし、三一構成同金には一二竜一一、項などがあるが、選定がさせるとされている。そのため、九九馬ではなく、五四銀や長級戦を受けない研究もされている。第七十八期規制戦、第四局、渡辺明 VS、佐藤康光戦では、 五手の佐藤は五四歩としている。一家六三桂なり同玉六六甲七二玉、七五角五一飛と進んでいる。また十四手目五六歩同歩の後、ここで八八角なりとせず五七歩と金の頭に歩を、叩く手が二千十年代後半から刺され、有力であるというのが共通認識となっている。以下同金であると八八角なり同銀三、五角があり、 四六角としても二四角同角六二玉である。このため五七歩には金を交わすが、四八金は八八角なり同銀三三角、二一飛なり八八角なりで一飛車側の左辺が薄く、五七歩のくさびも大きい。よって、風地には六八金とする。以下同じように八八角なりから三三角に一、飛なり八八角なりとなれば、次に七八銀で、以下同金には同馬で、 先手他の手では攻め足が鈍れば6九人なりから、5五,五馬同歩、同飛等があり、前述の変化より得をしていると見られている。基本的に5八金右として、この急戦策を誘ってくる相手であれば研究していて、自信があるはずであり、5手も5六歩で、前述の3二金を指して変化すればかわすことができる。3二金以下は4八銀6、二玉6八玉、5四飛と浮き、 さらに7八銀7二玉7九玉と先手の、用心には2三歩に8比に3五歩などが、進行例。また、後手にはの8金右に対して6二玉と囲いを優先するなどもあり、決戦を回避する選択肢としてこの順もタイトル戦では、久保敏明や谷川康二が指した例があるものの、数は少ない。いずれも、この長久戦は探手数で終局することが多く、 研究量が物を言う勝負になりやすい。第一図の局面から7、8、金と上がる手段も、2000年10月28日、早指線、中原誠 VS、森系2000や、1999年12月11日、早指線、深浦光一 VS、森系2000など、いくつか刺されており、これは、左金で8、8地点に紐をつけた手であり、前日の午後に、 先手が24歩を狙っている。中原対森線では、55歩以下、24歩同歩同飛に56歩と行き、58歩3に金2に八飛と引いている。これに、5手が単に2に3歩では2に角なり同銀6五角があるので、5手は2六歩としているが、これは前日の6五角の筋に5五飛8三、角なりに5飛を用意している。実戦は6六歩とし、 これを同角であると同角同角同比後、五角であるので、以下四四角六七金五五広く八玉二五、比となる。2015年12月の規制戦予選、森下拓 VS、黒沢冷静戦では、後手は五四歩止めで駒組みを進め、いかずのように先手が四八銀型から二四歩、同歩同比と行き、実戦では八八角なり同銀二二二比と、飛車交換しに行った。 この後に三歩五二飛三一玉三二金三三銀三八銀二八飛二三三桂として二五歩を、狙う。以下四一角四二飛三二角なり同飛に二一金で次に二二歩正や三一金の狙いがあるがこれに五手一旦八四歩とし以下同飛五二飛で三一金なら五三角四六飛二七角五九金四五角なりを狙った。七八金型に飛車先交換せずに。 駒組みが進むと一例として以下の図のように角を睨み合ったままの線形になることがあった。一時期流行したがその割にこの順の実践例が少ないのは口述紹介する超速が優秀であるのであえてこの形にする必要がないからとされている。図に至る途中線と6八銀とあくまで後手から角交換をさせようとしており図の三三角は次に4二銀を狙っている。 ここからは三三同角なり同形に四歩、同歩に三角三二金三四角なりに五歩、六六歩後五歩に三六歩後四広6七場の進行が常識化されている。三六歩では先に六七場もある。以下は二四比に七歩四二銀七九玉四四歩、四六歩四三銀が進行例。二千十年度、プロの間で5手5期限中筆者に対する先手の対応策として、 超速37銀と呼ばれる戦法が流行し始めた。命名者は、勝又清和で、一号局は2009年12月の、朝日杯将棋オープン戦の、深浦光一王位、佐藤勝俊五段戦。開発したのは、当時奨励会三段の星野義隆であり、星野は第38回将棋大賞の増田光三賞を受賞した。第一図から四八銀五五法六八玉三 三角三六歩六二玉三七銀七二玉と進み、次に四六人と出て、速攻を狙うのが基本形。ここで、後手の王子として、三二銀、四二銀、三二金などがある。また四四歩と突き、四五歩から、先手の右銀を引き込んで裁く菅井流も有力である。居合抜き、超速2016年頃に出た、先手中飛車対策として、 初手後6歩から2手目3、4歩ではなく、8、4歩と飛車先の歩を突き、その後7、6歩、5、4歩、5、8、6、2、銀、4、8玉、4、2玉、3、8玉、3、2玉、2、8玉、4、2、銀と、駒組みまでは角道を開けずに、後から角道を開ける戦法が新たな対策として、研究されている。3、4歩を保留しているため、先手番と同じ超速戦法も、有効になり、 相手の左銀が逸れれば、角道を開け、後取りが受けづらくなる狙いもある。その後も研究が進み、中飛車側から五筋を突き越されても、苦にならなくなった。突き越した負を逆用して、それを狙う変化が成立したのである。2018年あたりから、中飛車側も対策として、後手の角道が開いてないのを理由に、五筋の負の突き越しを保留し、 不利飛車側から急戦を封じる、自急戦含みの展開になる。一飛車後手番では、前述の角道を開けず構える陣から、早くの五筋くらい取り、中飛車には三四歩とせずに七四歩を先に刺し、角道を保留して七三銀から六四銀の、急戦を狙う刺し方がある。第六から三がある図は、後手右銀が七五に進出したが、この状態ではすでに後手成功となっている。 この時34の角道が開いていると先手から54歩の決戦策があるが、角道が開いてない図の局面では、先手は角頭の処置が厳しく、以下6八角ならそこで34歩があり、6八角に変えて54歩には3一角が、角道不突きを生かした指し方になる。先手は他に図のように66歩と構える手があるが、これは64銀ならば65歩同銀67。7 銀路銀バサミを狙っている。このため2017年5月の西川和弘隊、藤井聡太戦の王将戦一時予選では、後手の藤井は七五歩とし、以下同歩六四銀六五歩七五銀五四歩、同歩同飛八六歩同歩七六銀五五角、七三歩四六角八七歩と進んだ。中飛車側は五五角の飛び出しに七三歩と受けさせるが、次に六五銀で先手飛車が積んでいるので四。 六角が必要で、最後の八七歩は、銀が入ると四五銀の狙い。この曲から、角道深い型の優秀性が認識されていった。角道深い左身のさらに2010年代後半から、最大限に手数を省いて三一玉型の左身のに、する形も出現。実践例には二千十八年の、第五十九王位戦七番勝負第三局などがあり、先手中飛車も、 具形となるが、左銀も活用される、超速とは違って重圧はかからないので、お互い玉を囲う展開である。この後34歩38銀44歩54歩、同歩同飛43金59飛が進行の一例。他に34歩では先に44歩と突き、38銀なら43金で、5筋の歩を交換させない指し方もある。 このために2018年8月の大井戦7番勝負、第3局、菅井達也対、豊島正幸戦では44歩254歩,歩同歩、同飛と交換し、以下43金59飛34歩55銀、同銀同角64銀77角54歩、18533角19玉22玉28、銀と中飛車側は穴熊に組んだ。なお、中飛車側が、素直に穴熊に組むと、 第六から五図のように一四歩から一三角とすると、先手は六九の金が右方面に動けない。この単角戦法が三四を省略したからこその新構想である。そして、後手は角頭を攻められる危険も緩和され、陣もに2玉から四四歩から四三金とする手など、指す手に困らない。その後、後手の左美野に対して、 先手も 5, 5歩から5、六銀型に構える陣形が、刺されていく。特に先手は、相手の左美のに、自陣も身のに素直に組んでも穴熊の含みも消えて、硬さも競えず、損となるため、5、六銀型に構える工夫をしている。代表局には2018年11月の順位戦、永久久保敏明対、糸谷哲郎戦など。また、二千十九年の秋田王戦本予選。 菅井達也対、渡辺明戦では、第6から6図のように3、4歩を保留して7、2比として攻めを見せた。7、2比からは2017年6月に、紀王戦予選、北浜健介対、安倍隆戦では6八角七五歩豆腐同飛、6六歩七三桂七二歩と進んだ。この形は、こうして、双方を工夫しながら、第6から7図のような局面も出現。 先手は5後の位を取るのを省略し、一方で、後手は、右の銀は6二に置き、7三の地点には桂馬を跳ねている。先手が4六銀と銀の活用をしてきても4四歩から1三角に構える狙いがある。それでも4六銀であると、後手から6五桂ツ5九角4五歩、といった攻撃手段が控えている。飛車先の歩を交換することを狙っている。 桂馬と連携することが多いため、桂馬を止められると失敗しやすい。しかし、銀が前に出ていない分、自陣の防御にも働く。1990年代後半から2000年代前半にかけて一時期流行した差し方であったが、その後超速の出現で少なくなっていった。先方としては、鎖釜銀も狙いの一つで、図より三六銀では五六歩同歩同飛四七。 金五一飛四五銀二二角がよくある進行で、以下三四銀二は三三銀とぶつけて、同銀なり同角五六歩で、ここでは五手が一歩損であるが、以下四四歩に三六歩ならば四五歩同歩五五歩など、五八飛ならば二四歩などとして一局途中三三同銀なりで四五銀は四四歩として、五六銀なら三八歩の垂らしであり、五六同飛なら五六飛同金四七銀が狙いであるが、 この一連の流れは、後手としては三筋譜を取られたので成立する、攻め筋である。三剣飛車に振ることも有力で、相振り飛車になれば、右側へ囲う中飛車に対して刺しやすくなる。しかし、当時アマチュアだった、今泉健二が、中飛車左穴熊を編み出し、相振り飛車が苦手な中飛車等の対抗手段となった。そのため、三剣飛車も有力とまでは言えなくなっている。 しかし、第6から3図に示すような向かい美車に対しては、左穴熊は天敵であるため、その場合は、左美のに囲って、刺すのが良い。ただし、第5期限中飛車に、相振り美車に持ち込まれたら、手損でも三間美車に直す手も愛用されている。対中飛車での一飛車穴熊では、かつては4七銀マイナス3七 K 型から普通に、穴熊に組んでいた。ただし、拒否者側が、 硬さで上回り右カツラが跳ねていても仕掛けどころも難しく先手が思わしい展開とは言えなかった。このため穴熊を目指すならと主流となっていったのが図のように右銀を47や46に活用せず右側は動かさずに一直線に穴熊に組む指し方が出現する。このことからこの戦術は一直線穴熊と呼ばれるようになった。 このアナグマ線も様々なバリエーションがあり、図はその一つで、拒否者グマ側は、松尾流を目指し、小手後期限中飛車側もアナグマにする、アイアイナグマの形である。異飛車側は飛車席を交換されないように、はじめに六六歩と角道を止めるが、このため展開は穏やかになり、仕掛けるなどの選択肢は中飛車側にある。こうして、中飛車側はアイアイナグマの展開にして、 拒否者側が、硬さで優位を取れないようにすることが多くなっていった。かつては、角の4264銀型から、72比75補と、袖飛車で仕掛ける刺し方があったが、同歩同銀76歩に8八角と引く余地を、残すよう、88を開けて刺す穴熊が利用されて以降、この例は減っていく。これは75銀と進んでも、先手はコンパクトにまとまっていて、硬さが生きることになるためであり、 この局面なら、先手からもに4歩から35歩同歩34歩五、一角65歩など、強く戦う順もあり、さらに後手は41の金の離れ駒が後で響くことがあった。一直線穴熊に対しては、後手から54比44比、15角から25比などと大駒を活用し、拒否者側の人形の偏りをついて揺さぶる差し方がある。こうなると、先手も4筋をケアして、 角も気を見て59から37や26に持っていく展開となるが、これなら、先手だけ、角や右桂ツも使いづらく、先手番の際には、他の戦術に比べ好んで選ぶ展開ではないとも、されていった。こうした将棋は、拒否者穴熊が得意なら、特に駒組も簡単であることで、実践的にこの戦法を選択する意味はある。一方、 中飛車側も他の戦法に比べて気を使わなくて済むほか、アイアナグマに固め合いに展開するなら、図のように7-1の金が8-2に上がる。ビッグ4までになれば、7-1の角切りで寄せられる筋がなくなり、有利な展開に持ち込むことが可能になる。ありがとうございます。